携帯のカメラロールにプレミアム画面がいっぱいだ。500万のパチンコ依存症の皆さん、こんにちは。パチンコ芸人ウィンウィン二郎です。今月もやってまいりました、マルハン全国制覇のパチ第8弾。いやちょっと待って、第8弾、やってまいりましたけどね。前回は北海道、ボスを引いてですね、ボスの言った通りに北海道行きまして、ボスの言った通り、大リーグマー君の出身校駒沢大学附属苫小牧高校へ行きまして、マー君の行きつけの店を探しに行ったわけですけど、なんやかんや見つけまして、無事指令は良かったんですけど、何分パチンコパチスロの方はボッコボコにやられまして、設定は入れてたんですけどね、まさかまさかのね、僕の大嫌いな稼働台と、据え置き、あれ3連発とかやってたんじゃないですかね、東京と同じ、5.6 枚交換なので設定は入ってたんですけどね。あとサラバンがね、サラリーマン番長が40台もあったという、でしかも年に 4,5 回あるというね、これも僕知らないで行ったんですけど、深夜1時までやると、もうこんな機会ないですからね、やってみたんですけどね、まあ疲れるわ、負けるわ、まあそれなりに楽しかったですけどね。はい、まあそんなこんなんでね、北海道楽しみましたけど、その前にね、ちょっと栃木県のマルハン宇治家店に行かしてもらったんですけど、その時に、近くで、ご当地紹介した時に、宝石寺、宝を積む寺の駅と書いて宝石寺という縁起のいい駅の近くで宝くじを買えば当たるのかなと思いまして、買ったその宝くじが、どうなったかっていうのをですね、この間報告してなかったんでね、今日報告したいと思いますね。これですよね、これです。ドリームジャンボね、2種類あるんですよ、7000万のと、7億円のやつですよね。はい、熊本震災の、復興支援宝くじということもありまして、買う価値があると思いまして買ったんですけど、300円と300円、つまり全部で600円しか当たりませんでした。甘くないぞと、はい、設定6、設定 R でもそうなんですけど、打ち続けないと出ないよということが、運だけじゃダメだということが分かりました、思い知らされました。でもこれはこれでね、良かったと思います。まあ、一応報告までに。この番組の説明を簡単にしたいと思います。マルハン全国制覇のパチというのはですね、沖縄、徳島、島根以外の44都道府県にマルハンがあるんですよ。そのマルハンに僕ウィンウィン二郎がパチンコパチスロで全国制覇するという単純な番組です。で、負けたら罰ゲームでご当地紹介したいなというルールでやっております。そのルールはたびたび変わるんですけどね、基本的にパチスロだったら3000枚、パチンコだったら1万5000発以上出さなかったら罰ゲームということで、で栃木県の場合はですね、万枚出さなかったら罰ゲームっていう無茶なことをやって、まさかまさかの届きそうだったということでなかなか成功しなかったんですけど、まあほとんど勝ってるんですけど、前回の北海道みたいにボコボコ負けるケースもあります。その中で、皆さんがですね、ご当地のマルハンを
どんなとこなのかなっていうのも含みながら楽しんでもらえたらいいなと、寝る前にちょっと見る番組です。で、今住んでるとこが東京なので、東京はもう住んでて、第一弾鳥取、茨城、兵庫、神奈川、新潟、栃木、そしてこの間の北海道と7都道府県、東京入れると8都道府県も住んでますんで、残り36都道府県をですね、4つ折りの紙に都道府県書いてゴミ箱の中に入れて無作為に抽選をしたいと思います。それでは今回もですね、ゴミ箱抽選したいと思います。はい、混ぜてね、混ぜて混ぜて混ぜて、この辺かな、どうだ、お、出た、福島。はい、出ました、福島行きますよね。福島になりました。福島っていうと東北、ギリギリ東北になるんですけどね、そんな遠くない東北ってことですよね。福島は7店舗マルハンがあるので、どこに選ぶかはまた僕の長年の経験と、福島の地元の人とかいろんな人を聞いて、プロとか、あとマルハンズネットっていうので、またインターネットで調べたりとか、以前行った中で地域的にこの辺が出るとか、この辺が競合とか、いろんなのを見て調べていきたいなと思っております。それでは福島のどのマルハンの店舗に行くかは楽しみにしてください。それでは福島のマルハンにいざ勝負。東京駅です。さあ、福島に行ってきますよ。いわき駅を降りまして、いわき駅降りました。いわき駅、常磐線いわき駅。なんだこれ、フォーザタイトルオブワールドチャンピオン、7月29日から8月7日。ワールドベースボールカップ、なんだ中国、こんなの福島であるんだね。見て、ホテルばっかりなんですよね。いわき駅南口降りて左側、カプセルホテルが多いんだよね。カプセルホテルは、まあ、そんな中僕は今日あそこのグランドパネックスっていうホテルが、